からジャンプしてさ、あそこ行けないから。なになになに、なんだ今の悲鳴。カメラマンさんに当たったっぽいな。みなさんこんにちは、カンタです。本日は12月9日に発売したばかりのバカゲーベン&エドをやっていきたいと思います。まずはね、このベンとエドがどんな感じの関係性で、どんな人なのかなというものをご紹介していけたらなと思います。こちらの紙芝居のようなストーリーの方を見てもらってね、まずある日ベンがね、いつものところでいつものように過ごしていると、ベンを見つけました。違う、ベンこっちだ。ベンは主人公、いや主人公エドなのかな、まあ2人とも主人公だね、タイトルに2人の名前ついてるからね。うん。で、このゾンビをね、ベンが見つけたんですよ。名をエドと言います。2人はすぐに仲良くなりました。そういうところをね、この悪い人に見つかってしまうわけですよ。あいつは金になるだ。みたいな。そんな感じの顔だよね。ちなみに上の英語はね、ほぼ分かってないので、このね、絵面だけを見てね、なんとなく察しております。で、その悪い人がね、おそらく連れ去ってしまったんだよね。目的はこのエドを働かせること。このようにね、うちの工業団体の方で、ちょっと、見せしめに、見せ物になってくれよと。そうしたら助けてやるよと。おそらくそういう風に言ったんだろうね。ゾンビに理解力があると思ったんでしょうかね、この人。しかし、江戸にあったようなんだよね、その理解力が。わかりましたということで、自ら身を張って、江戸を助けに行こうとする。ということで、このランナーな服装でね、まあ行くわけですよ。まあ、まずここはチュートリアルなんだよね。ドン。で、ここでなんか手に入れるんだよ、ドッグフード。これが何なのかよくわからない。で、これはチュートリアルパートなので、一応ね、一回もうすでにやってるんですよ。なので、ある程度はわかってるんだけども、それにしても、まあ、ツッコミどころは満載だよね。舞台裏かな、これは。ドッグフードゲット。4分の2だから、あと2つどっかにあるんだろうけれども、どこにあるんでしょうね。この辺かな？上って出てるけど、まあ、ここ上には行けないよね。ポスターとか作るの早すぎだよね。これ仕事早いなぁ、あの人。やっぱりお金になるんでしょうね、これね。うん、確かにゾンビ、生のゾンビなんてなかなか見れたもんじゃないからね。これ何？あ、左クリックでね、これ前転ができます。おらおらみたいな。でね、まあ見てください、これ。え、何これ？首取れてるのみたいな。取れるんですね、これ。おらって。で、このちぎれた首をね、ポーイする。あー、当たらんかったか。当たらなかった場合は、こうね。はい。合体できる。もうね、なんかドクタースランプ、あられちゃんを彷彿させるよね。でね、首だけになってね、動けるんですよ、これ。ジャンプもできると。で、まあ、スイッチに乗って、扉を開いて、元の体に戻って、復活する。いやー、エドすごいな。お前さんのその身体能力といい、なんかもうゾンビ離れしてるぞ、ちょっと。そんな言うほど腐ってないしね。ということで、とりあえずチェックポイントまで来ました。イエーイ。何かゲットした。で、エンターキーを押すとリスポーン。ということで、はい。何あの、さっきアームは一体どこから出てきたんでしょうかね。謎だけれども、とりあえずこれでクリアだ！イエーイ！さっきクリアしたのがここなので、次はここだね。ランデッドって書いてあります。デッドが走るよと、死人が走るよと、つまりはそういうことなんでしょう。なんかこの絵柄いいよね、この鶏の絵とか。おお。完全に見せ物になってますよね、これ。いいだろう、我が姿。己らの目に焼き付けるがいい。ベインを助けるためであるならば、どんなことでもしてやろうじゃないか。こういうこと走っていけばいいの？いやー、周り、あ、観客いるわ、上の方に。あ、どうも皆さん、こんにちは。はじめまして、江戸と申します。よろしくお願いいたします。この私の勇姿をしかと見届けていきたい。では、いざ、行かん！で、何が待ち受けてるんだろうね。お、まずジャンプをすると。お、なにこれ？やべえ！なにこれ？うおお！ナイフっていうか何？刃物がすげえ回ってたんだけど。よっと、あ、ここにも回ってるね。ここ回ってるね。あ、二重に回ってるね、これね。よっと。あ、やばいやばいやばい。よし、オッケーオッケーオッケー。あ、鶏発見。こんにちは。踏み潰しちゃった。ごめんね。オッケーオッケー。まだまだね、難易度はそんなに高くないんじゃないかな、これ。よっと。ここ？行ってから。おら！よし、あー！
そこが、いや、はい、The show must go on. Enter to respond. 腹立つ顔してたな、今の。今のだいぶ腹立つ顔してたな。まずはここを、まあ、ゆっくりでもいい。避けていく。で、次にここだよね。ここを、こうやって来て、どこまで安全だ、これ。ここまで安全かな。ここまで、ここまで安全だな。こいつが、こっち側に、来たところを見計らってゴーだ。あーし、よし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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ。よっと。そろそろチェックポイント欲しいぞ。よーし。まず、この刃物が行ったところ、あ、あああ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫。アップ、いやっほー、ダメです。まあね、首を切られるだけだったらギリギリ大丈夫らしいね。よし。次いけるでしょ。もうミスらない。もうね、このステージのことは把握したよ。どうすればいいのか。ああ、嘘でしょ？よっと。まあまあまあ、さっきと同じパターン、さっきと同じパターン。ナイフがいったのを見計らってから結合していこう。オッケー、クリア。よしよしよし。これで、あ、まだクリアじゃない。まだクリアじゃないらしいな。まあいいでしょ。よっとよ。時間差で刃物が回ってるみたいだね。左側にカメラマンいるぞ。撮られてる、撮られてる。よし、ここしゃがんでこう。しゃがんでたらおそらく。よっと、こうジャンプで越えて、いいんじゃないですか、これ。我が跳躍量を見ていきなさいよ。ベインを助けるためならば、この、あ、早い。この刃物早い。そんなのあり、そんなのあり、これ。すげえ。すげえぞ、江戸の執念。あー、右腕が。まだいける、まだいけるんだ。左腕一本あれば戦える。ベインを救うためならば、この身投げ打ってでも行ってやる。よいしょ。もうこの、その高さの刃物だったらもう別に大丈夫だわ。全然当たらんからな。いや、でもこうなるとあれだね、速度がね、遅いね。これ何、下がっ、ずっと下がってるの。積んだかな、これ。いや、このね、無残にも伸ばされた左腕がね、江戸の悲痛さを物語っているんじゃないでしょうか。リスポーン。かなり上手くなってきたな。やっぱりね、ベインを救いたいっていう江戸の思いがね、僕自身になんか、得体の知れない力をね、ゾンビパワーを与えてくれてるんだと思いますよ、これ。よっと。オッケー、完璧。そろそろしゃがみとかも駆使していかないといけなくなってきそうだね。お、この時間差、難しいな。よっと。よし、オッケー。いやー、完璧になんか、右側に。やっほー、切れ味鋭いな。腹立つ顔だな、相変わらず。あ、こんにちは、ニワトリくんだし。君たち、なんでそんなとこにいるんだい？いやー、無残だな、ほんと。よっと、よっと。片足だっていけるんだい。ほら、足一本さえありゃ、ゾンビにできることなど何もないのよ。おら、しゃがむ。ジャンプ。大丈夫。両腕がある。足がなくともゾンビであれば、いけるんだよ。任せろ。うわあ、ひどすぎだな、これ。よいしょ。焦るとね、失敗するんですよ、焦るとね。よいしょっと。あ、やっぱね、落ち着いていけばね、これ、そんなにね、失敗することないですよ。いいね。よ、危ない危ない危ない。いいね。いいよ、いいよ。オッケー。これでクリアかな。お、ベン、ベン、大丈夫か、助けに来たぞ。その、あー、どこに連れ去っていくんだよ。You made it. あ、なんか一個取り逃してるけど、ドッグフードみたいなやつはコンプリートしたね。いやダメだったか。助けられんかったか。いける。行こう。行くぞ。今度こそベインを助けに行くぞ。あれー、正面にいるあのカメラマンね、まあ、あの人も仕事でやってるんでしょうけどもね、ゾンビを見せ物にして果たして楽しいんでしょうか。なんだこれは。大玉転がしか。え、これ後ろからなんか来てるんじゃね、来てるんじゃね、来てるー、来てるー。よし、ドッグフードはちょっと確保しておくか。よっと。頭だけになってもいく。頭だけだろうが、ペンを救うためならばな。
なんだろうと言ってやるよ、この野郎。どこまでいけるかな、よっと。隙間から落っこちた。そんなバカな。よし、気を取り直していこうじゃないか。まずこの刃の回転刃をね、避けていく。時間制限あるみたいなんだよね。よいしょ、オッケー。よし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 、いい調子ですよ。しゃがむ。いや、おうえ、いや、完璧だな。あー、危ない、危なかった。え、これ大丈夫大丈夫大丈夫、いける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 。なんかね、遠近感わかんなくなるんだよね。お、これはどこ、え、どういうことこれ。あ、そういうことか。任せろ、この辺だ。大丈夫だった。お、倒した倒した、オッケー。で、これでゴールまで行けばいいんじゃないかな。よーし、まさかのオンリーヘッドゴールっていうか、落っこちた。これどこから、あ、さっきのところから。よかったよかったよかった。あれやり直しは嫌だったからな。お、かっこよく撮ってくれよカメラさん。よし、これ興行収入とかどれぐらいあるんだろうね、気になるところでございます。働いたからにはね、働いた分の代価みたいなものもくれよ。うわー、下に落っこしてバラバラになった後、なんだろう、つなぎ合わせて復活してるんだな。ありえるよね、そういうの。これよっと、嘘、後ろから行っても当たっちゃうの。あ、ナウ、よし、今度こそ行こうじゃないか。もう慣れたものだ、もう慣れた、ミスる気がしないね。よし、まずはここ、こういう感じですよ、こういう。あれ、後ろから当たってもやはり切断される。確実にさ、刃の後ろ側にさ、刃ついてないだろうっていう感じなんですけど、峰打ちじゃの部分だろうっていう感じなんですけどもね、なんか当たり判定があるようで。よし、 OK、 いいねいいね、いい調子だよ、この調子ならばいけるよ。よーし、まずこいつをいいように避けていく。こいつが行ってからジャンプしていけない、落っこちる。いい、こいつが行ってからジャンプする、 OK。 で、あれだよ、あれ、また的当てかよ。あの、なんか振り子のやつに当たらないように気をつけて。よーし、 OK。 ちょっと体の方は使い捨てみたいになっちゃってるけども、あの、アンパンマンの逆バージョンだよね。なんで鶏コッパみじんに砕けるんだよこれで。おかしいでしょうが、おかしいけど、まあ気にせず行きますか。これどうだろうね、時間制限とかないのかな。ないんだったらなんとかこうオンリーヘッドゴールを狙っていきたいところなんですけど、でもこれほんとあれだね、アンパンマンの逆バージョンだよねこれ、完全にね。よしよし、避けていく避けていく、よしよしよし、避けてる、上手に避けてるよ。いやん、いや、でも頭だけだから大丈夫。まるで、あ、うそー、いや、カメラ撮ってるね。果たしてあのゾンビは頭だけでここを攻略することができるのでしょうかみたいな、こんな感じでしょうか。無理に決まってんだろこの野郎。いやー、このハンマーにさ、ゲートボールのゴールみたいにさ、ゴールじゃない、ボールみたいにさ、吹っ飛ばしてくんないかな、ポーンって。無理だな、飛距離が足りないな。よし、わかりました、頭だけのゴールはダメってことですね。はーい、よっと。え、これ、今のよく避けれたな、今のよく避けれたな、なんかよくわからんままに避けれてるぞ。よいしょ、あぶねえ、あぶねえ、よくここまで来た、今のよくほんとさ、何にもなくゴールできたな。よし、オッケー。なんだかんだでギリギリの感じは演出しているが、テレビ的には美味しい感じでね、見せれていってるんじゃないでしょうか。さあ、もうちょっとリスポーンしとこう。これさっきゴールしたとこだよな。よしよし、もうね、首だけで行ってもクリアできないのが目に見えるようになってきたからさ。あ、ここショートカットできるんじゃない。いいね、いけたいけた、うそん、あ、だ、大丈夫大丈夫、頭だけで、あー、落っこした。頭だけで生き残れるんだったらね、体と結合できるんだけどね。あ、でも向こうの方にドッグフードあるから、あれだけでも取っといた方がいいな。よっと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 、あぶねー。これほんとギリギリの戦いだな。だが、いやっほー、どこまで飛んでくの。いやー、素晴らしい緊張感だ。この辺からジャンプしてさ、あそこ行けないんかな。お、なになになに、なんだ今の悲鳴。カメラマンさんに当たったっぽいな。そんなことある、これそんなことある。ちょ、もう一回行けるから。あ、行けた行けた行けた、
ショートカット目指せるんじゃないかこれ。狙っていくかショートカット。いや面白いな、そういうのもあるのこれ。おし、おしおしおし、オッケー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 、ショートカット。よし、オッケー、ほらフーって言われるだけのことはしたよこれ。からのポーイ、オッケー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 、ぴょん。いやー、ああいうショートカットの仕方あるんですね、面白いね。よし、リスポーンしていくぞ。これいけるか、よっと。どうなってんのこれ。からの効果、あぶねあぶね。ニワトリさんこんにちは、よいしょ。チキンにして食ってやりたいぜ。お、なにこれ、なになに、人間大砲ゴール、あ、ゴールがある。え、ここに向かって、あ、ペンがいるじゃないか、待ってろ、今行くぞ。この辺かな、ドーン。行き過ぎた、完全に行き過ぎたぞ。ちょ、嘘でしょ。もうもう一回行かなきゃいけないの。よーし来たぞ、今度こそ。これ思ったより曲線描かずにまっすぐから、え、エドいなくなってるんだけど、勘弁してよ。ちょっとエドと対面、せめて対面させてくれよ。はい、というわけでベン&エド、あ、エドは自分だったか、だからベンと対面させてほしかったんだな、さっきのは。というわけで、本日のところはこの辺にて失礼したいと思います。いやー、これ面白い、めちゃ面白いぞこのゲーム。で、アーリーアクセスになるのかな、もしかすると今後どんどんアップデートでいろんなの機能がもっと増えていくかもしれないね。まるでこうハッピーホイールズっていう感じだったね、 3D 版ハッピーホイールズみたいなね。というわけで今回のところはこの辺にて失礼したいと思います。よかったらまた見てね、バイバイ。いやー、ベンとエドの勇姿をね見届けてほしいです。